はい、こんにちは、こんばんは、タカです。今週に入ってユーロ以外の動きはね、かなり鈍いんですけども、月火水と大きくは動いていないんですけども、似たような動きをしてるんで、なんとなく流れが見えてきた感じはします。ユーロはね、もう明らかに弱いんですけども、それ以外だと豪ドルや円はなかなか強くて、ポンドなんかは少し弱いですね。週足を見るとその流れが分かりやすかったりするんで、週足から見ていきたいと思います。こちらがドル円の4時間足に週足を重ねています。この週足ね、下の方に抜けています。今週ドルはほとんど動いてないので、この下げた分っていうのは円が強い分下げているという形になります。ドルが動いていないということで、相場の流れを見ていく際にはね、少しその部分不安はあるんですけども、チャートで判断していけば、この週足この辺りで引ければね、下の方へ抜けたという形になるかと思います。もう完全にね、ベアハイ売りの形にはなっていますけども、ブル目線で考えていけば、今週全く動いてないドルが、買われるような相場、もしくはね、円が売られるような相場が起こればね、ここまだ木金で戻してくる可能性というのもね、なくはないかと思いますけども、そのためには、次にね、見ていきますけども、日足をね、反転させないといけないということで、2日間でね、どこまで反転させられるのか。買い足を見ていくと、もう全部の時間足でベアハイ有利の形になっていますので、残り2日間でこの動きを埋めるとなるとね、なかなか円だけの動きではもう厳しいかなという気がします。というわけで、反転の可能性を考えるんであれば、相場全体に起こるようなね、大きなドル買いが起こるような形になれば戻す可能性というのもね、ありそうですけども、何かしらの材料がないとね、もう厳しいかなと思います。今週は週末に雇用統計がありますんで、例えばね、その結果を受けて大きくドル買いが入るような形になればね、戻す可能性もありそうですけども、まあそういった以外、自然な流れでね、ここを埋めていくというのはもうかなり厳しいんじゃないかという気がしています。大きな流れで言えば、今週ね、全く動いていないドルにね、注目してみたいと思います。あとで見れば、もうここね、下の方に抜けていますんで、直近のね、こういった安値を抜けていく、そういった形だけではなくて、こういう大きな下落の波も生まれている形になります。そうなると、この上昇波の起点となった部分、この辺りですね、104円の40銭あたりですか、この辺りへ向けた下落、もしくはね、この緑ラインというのは月足のサポートになるんですけども、こういったサポート105円あたりなんですけどね、この辺りへ向けた下落、そういうね、下への流れというのが出てくる可能性の方が大きいかなと思います。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。もう完全にね、この押し安値も割ったことで、下落の波というのがね、はっきり出てきています。その直前ね、大きなこういった下落トレンドも生まれてますんで、これだけの下落トレンド、これだけの波を反転させるには、やっぱりね、それなりの時間が必要になってきますし、上昇するためのパワーも必要になってきます。反転にかかる時間を考えれば、先ほどの週足が下髭になるような展開というのはなかなか難しいんじゃないかなと見てしまいますね。日足レベルで見ていけば、この107円の20銭あたり、ここをしっかり上に抜けていかない限りは、この日足レベルの波というのはね、反転していく形にはなりませんので、大きな目線でトレードしていくにはね、この下落の戻り、どこかで売っていくような形を狙っていくことになります。日足レベルでトレンドが出てますんで、短期足の下抜けですね、そういったのにもどんどん乗っかっていってもいいような形にはなっていますね。ブル目線で言えば、短期的な調整の上昇ですね、そういった動きに乗っかる以外はなかなかね、腰を据えてロングを狙うような場所というのは今のところはないですね。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。4時間足レベルで見ても戻り高値をね、一切抜けていないですよね。この下落に対しての戻りがね、この高値を抜けないうちにさらにこの安値を割ってくる、そしてこの戻り高値を上に抜けないうちにさらにこの押し安値を割っていく、この戻り高値を上に抜けないうちにさらにこの押し安値を割っていく、すごくね、4時間足でも綺麗なトレンドが出てるかと思います。なのでこの4時間足がね、今戻り高値はここになりますんで、この106円の40銭あたり、ここをね、上に抜けていかない限りはね、積極的にショートを狙っていてもいい形になります。なかなかね、これだけの相場なので、4時間足の戻り高値を1回上に抜けたからといってね、すぐに反転の流れが出るとも思えないですけども、買い目線で考えるんであればね、この戻り高値ぐらいはね、最低でも抜いてほしいところですよね。日足で下落トレンドが出てる、4時間足でも下落トレンド中、戻り高値を抜いてないこの状況では、戻りはね、もうどんどん売っていくような形でいいかと思います。この戻り高値を抜いてくればね、一旦ショートはリセットという形になりますけども、僕はね、もうせっかくトレンドが出てますんでね、最後馬場を引かされるまではどんどんショートを狙っていこうかなと思います。はい、こちら5分足に1時間足を重ねています。波の形がね、ほぼほぼ4時間足と一致していますね。この戻り高値、4時間足と共通ですね。106円の40銭あたり、1時間足レベルで見ても、反転さすためにはここをね、上に抜いてこないとなかなか反転の目というのは出てこないという形になっています。
なので短期的に見てもこの下落トレンドを信じて、この下落の波の戻りをどこかで打っていく。バックはねこの106円40銭あたり、ここをバックにショートですね。そしてあわよくばここの106円を割っていくような流れ。日足の安値の更新というのがねずっと続いていますんで、この下落トレンドが続くんであればね、この安値の更新まではそこは狙っていきたいところです。逆にねここ106円の40銭ここを超えてくればね、一旦はショート目線を終えて次にどういった流れになっていくのかをねまた見ていく形になるかと思います。買い目線で見た場合もなかなかねこの形ではロングを狙う場所がないですね。日足は更新していかないと、まあ、決めつけての安値からのロング狙うとしたらもうこの辺りですかね、この安値をバックにロングを狙って、まあ、割れたら投げると。ただなかなかねそこまで優位性があるとも思えないので、まずはねこの1時間足の波を信じて、そばを追いかけていけばいいのかなと思います。というわけでドル円に関しては、まずはね短期足でもしっかり下落トレンドが出てますので、まずはねその流れに乗るような目線で考えていきたいと思います。カレンダー上はね休みも明けて今日からね銀行業も開きますので、連休中に溜まってる注文が、東京の中根に向けてちょっとね大きく入るかもしれないですけども、はっきりとはね言い切れないですけども、五等日に関わるような大きな注文というのはねおそらく来週の月曜日に集中するんじゃないかなというふうに見ています。ただね、何があるかわからないので、今日の9時55分ですね、東京の中根にはね少し注意が必要かなと思います。はい、変わりましてこちらユーロドル4時間足に週足を重ねています。この週足の実体部分ですね、少し下の方に抜けてきました。先週の安値を更新ですね、先週の安値はまだ更新していないですけども、少なくとも先週の安値を更新したことで、先週のねこの高値抜けのこの形ですね、この形というのは意味がない形になってしまいました。現状はもう下への流れですね、この流れを警戒する形になっています。僕はユーロドル、ここはね強いサポートになってくるんじゃないかと思っていたんですけども、この下落の波というのはね、少し直近の高値を抜けた後に下落の方が起こって、直近安値を割ってきていますんで、一度ね上を試してダメだったという形になってますんでね、特にこの下落というのは注意が必要かなと思っています。今週はずっとねユーロが弱いんですけども、ここを割ってくるとさらにね売られるような形になってくるかもしれません。週足がねここを抜けてくるかどうかはね、残り2日間ですけどもね、注目して見ていきたいと思います。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。日足レベルで見るとここをネックにね2つの大きな山が見えます。つまりダブルトップですね。このダブルトップだけを見るんであればね、至る所で見つけることができるんでね、それほど意識をする必要もないかなと思うんですけども、問題はこのダブルトップができている場所ですね。このサポートされているこのネックライン、ここというのはね、1時間足のサポートではないんですよね。チャートを一旦戻します。これがね4時間足に週足を重ねていますけども、先ほど見ていたネックラインというのはね、ここになるんですよね。2つの山というのはここになります。当然先ほどのダブルトップからね、ネックを割れた相場というのは1時間足レベルで下落トレンドが生まれるかもしれません。ただ、そのネックを割れるような動きをするということはね、上位足のこの形、ずっとここね週足でサポートされ続けてたところも割るということになります。そしてこの割った先というのはね、週足の安値が当然見えてくるわけですけども、ここを割れたらね当然大きな下落の波というのが生まれてきます。先ほど僕が言ったねダブルトップの位置というのはねここでできてますんで、この位置というのはねもうとても重要な場所になるんですよね。例えばねこの辺りでできるダブルトップではね全然意味合いが違うわけです。はい、1時間足に戻りますけども、このねネックラインを割っていくというのはねそれだけ重要な意味があるということなんで、直前ねこの波というのはねかなりの速度で落ちてきてますんで、もしかしたら一時的な調整というのもね入ってくるかもわからないですけども、もしねここを抜けてしまったら、それはねこの1時間足レベルのこのチャートを超えた下落がね起こる可能性もあるということです。ここはサポートになりますんでね、短期足でサポートされればね一旦はロングを入れるという選択肢もあるかとは思いますけども、ロスカットはねもう下の方に抜けてしまったらね何が起こるか分かりませんので、タイトに設定したいところですね。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。4時間足で見るともう戻りもほとんどなくてね、ずっと下落が続いています。戻りというか踊り場ですね、この辺りに、いくつかね踊り場を作っていますけども、毎回ねここを足場に下の方に抜けていますんで、この下落を止めるためには、まずはねこの踊り場を上に抜き返すような動きが必要かなと思います。基本的にはこの流れが出るまでは、戻りをどこかでショート狙っていくような形かなと思います。ただし、先ほどの週足のサポートがね、ここに走っていますんで、少しねこの辺りの値動きというのはね警戒してもいいかもしれません。今週ねずっとユーロ売り続いていますけども、このユーロ売りが、どこまで続くのかというのはね、もう注目したいポイントになってきます。
何度も言いますけども、ここのサポートをバックに短期的にロングを狙っていく、まあ、この形もね、あるかと思いますけども、下に抜けた際はね本当に注意が必要かと思います。僕はね、この1時間足の波を信じて戻りは打っていこうかと思うんですけども、ここはね現状週足のサポートに当たっている場所になりますんで、少しねここの値動きというのはね見てみたいところではあります。またねこの辺りで足場を作るかもしれないので、この足場ができればね、この足場の高値をバックにショートを狙っていくようなことはするかもしれません。というわけでユーロドルね、このユーロ売りがどこまで続くのかというのがね、もう最大の注目ポイントかなと思います。そしてドル円が下目線、ユーロドルも下目線ということで、次に見ていくユーロ円がね、もうかなり下方向に強い動き出ています。はい、変わりましてこちらがユーロ円の4時間足に週足を重ねています。このあたりね、ヒゲがごちゃごちゃしてたんでね、どこをサポートに引くかというのはね、いろいろ迷ったりもしたんですけども、現状ね、もうどこでラインを引いても完全にね、もう下の方には抜けています。今週1週間でね、もう3円ほど落ちてるんですけども、かなりね、下落スピードが速いので、調整の戻りもね、どこかで入りそうではありますけどもね、現状その気配は見せてはいないですね。気をつけないといけないのは、この週足がね、まだ確定はしていないので、下の方にね、もう抜けていますし、目線も完全にね、下でもいいと思うんですけども、まだね、木金2日間ありますんで、ここのサポートに対してね、どういった値動きをするのかというのはね、見ていきたいところです。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。日足が完全に下にブレイクしたのは実はね、昨日の動きなんですよね。月間もねしっかり売られてはいましたけども、ここでねサポートされる可能性というのはまだありました。昨日がねそれを完全に崩した形になっていますんで、この後ですね、フォローが大きく入っていくかどうか、日足がね、安値を更新していくかどうかですね。ずっとユーロが売られることで、この流れが出てきてますんで、今日以降もねユーロがどのようになるかというのは注目していくところです。はい、こちらポンドドル4時間足に週足を重ねています。ずっとねこの下落からのプルバック、ここでね持ち合いを続けているわけですけども、過去2回ね上試してダメだったの流れが出てますんでね、次は下の流れが出やすいんじゃないかなという目線では見ています。昨日ね PMI の発表で、下への流れが出たおかげで、この週足のね安値を更新する形になっています。先週の週足というのはね高値をダメしてダメだったこの形になりますんで、ここの安値を割ってくるというのはね、それなりの意味のある動きにはなってるかなと。ただしこのレンジ圏から抜け出しているわけではないので、まずはこのレンジの下限に向けた動きを見ていきたいと思います。はい、こちら5ドルドル4時間足に週足を重ねています。週足を見ていくとね、安値の切り上げ高値の切り上げが見えますんで、今週もねこの週足がどうなっていくかを見ていくポイントになります。月曜火曜と強かったんですけども、昨日はね、少し押されてしまいました。ただしね、先週の安値を割っているわけではないので、まずはねこの先週の安値を割れるかどうか、そしてね、もう一度この高値を試してくるのかどうかですね、週足が高値を抜けて引けるような形になるのかどうかですね、あと2日間見ていきたいと思います。はい、こちらニューヨークダウンの CFD1 時間足に日足を重ねています。ここでね高値圏での持ち合いがずっと続いています。この辺りでね買われようが売られようがね大きな波に変化はないので、まずはねこの持ち合いの上限下限どちらに抜けていくのかをね見ていきたいところです。僕は現状ねこの上昇波見てますんで、プルバックからの上昇というのをね見ていますけども、ここで頭を押さえられると、この高値からの下落ですね、この下落に対してのプルバック、ここから下落ですね、こういう下落トレンドが出てくるかもしれません。そのためにはねこの安値を割っていかないといけないので、この枠の中でもねこの安値を割れるかどうかというのはねちょっと注目して見ていった方がいいのかもしれません。はい、こちら日経平均の CFD1 時間足に日足を重ねています。日経平均も高値での持ち合いが続いています。一度ね上の方に抜けたんですけども、これはね潰された形になっています。ただね、この上昇波の起点となった場所、この持ち合いの加減なんですけども、ここを割り込んではいないので、まだこの上昇波がね崩れたわけではなくてね、ここを足場に上の流れが出ればね、綺麗な上昇波が生まれることになります。この上昇波の起点となった場所、この1万9000円ですね、ここを割れるかどうかというのをね目線を切り替えるポイントの一つに見ていこうかなと思っています。はい、というわけで、もう注目はドル円とユーロドル。ドル円はねもう日足が綺麗に下落トレンド出てますんで、まずはねこの日足の安値更新があるのかどうかですね。そしてこのユーロドルは、このネックラインですね、ここを割ってくるのかどうかですね。どちらの通貨も下の方に流れが出るとね大きな動きになりそうな形にはなっていますんで、そうなるとこのユーロ円の下落というのもね旨味が出てくることになりますんでね、合わせて注目していきたいです。今週ずっとドルが動いていないというのもね不気味なところではあります。ドルが動き出した時にドルが買われるのか売られるのか、その結果もねドル円やユーロドルどちらにもね大きな影響を与えるかと思いますんで、ちょっとね注意して見ていきたいと思います。それでは今日も頑張っていきましょう。